え、大丈夫ですかここ。迷ったら死にますよ。いやでもそれはちょっと責任持ってもらわないと。ちょっと暗なってきてるし、木と木の間を赤いものがこの中で死んでもいいなって気分にだんだんなってきて、ちょっと怖くなってきて。それが怖いですよね。本気ですよ、本気で歩いてください、はいはい。で山降りて2人で散策してたんですけど、その来る時は気づかなかったらしいんですけど、樹海の奥の方にこう明らかに人が住んでるような紫色のテントが、山の奥の方にすごい広い敷地の金持ちがいたんですよ。そこの敷地の中に黒い納屋があるんですよね。どうも山の中で死んだ猫の声がすると、ずっと呼んで